ただいま福島県に、まもなく福島県に入ります。ここで福島市の温泉についてご紹介いたします。福島市には市内から電車やバス、車などで40分前後で行けるところに、飯坂温泉、中央温泉、片湯温泉の5つの温泉地がございます。飯坂温泉は松尾芭蕉が奥の細道の途中で立ち寄ったと言われている古くから有名な温泉地です。中央温泉には温泉街にお湯を気軽に楽しめる無料の足湯があちこちにございます。また高湯温泉は400年以上の歴史があり、薬効成分が高く全国有数の高濃度溶泉縦長足湯が楽しめる場所としているのです。ぜひこの機会に福島の温泉を楽しみください。またここで福島市の B 級グルメをご紹介いたします。福島市の B 級グルメは円盤餃子です。フライパンに20個から30個ほど敷き詰めて焼きますため、円盤の形をして焼き上がることから円盤餃子と呼ばれるようになりました。なお先ほどチラシをお配りしておりますが、本日福島駅東口の駅前広場にて春スマイル福島花やみフェスタを開催いたします。福島餃子の会が一度に700個もの大円盤餃子を焼き上げます。直径120センチメートルの鉄板の迫力は今日しか見ることができません。ぜひ福島でお食事をされる際には、こちらとともに福島名物円盤餃子をこの機会にご賞味ください。
Thank you.
めちゃくちゃ値段なのか。